2番の小原忠、破壊力あるスピードを武器に連勝ゴールを狙います。動き出していきました。3周目の2センター、6番の稲村義信がこの勝負がけの準決勝戦も小原を目標です。左手赤番刑事、残り2周回スルスル動いていく2番の小原忠、8番の中井を抑えて出ましたが、7番の島川雅樹が早くも腰を上げて前に出ました。そしてさらには4番菊池俊太郎、7番の島川はこの南関東勢を出して3番手巻き返してきた。8番の中井大輔、5番の藤田正也、がぜんピッチ上がりましたが、さあ内をしゃくって7番の島川、8番の中井が先頭に変わりましたが、さあ中段3番手7番の島川、西日本ライン、そして関東勢の巻き返し、2番の小原と6番の稲村です。残り1周の攻防、8番の中井大輔飛ばしますが、3番手から7番の島川雅樹が踏んで8番の中井を捉える。9番の井上雅樹と1番の園田匠が追走、西日本の3人が出た。さあ先頭7番の島川雅樹、追いすがる9番井上雅樹が並んで捉えるか、そして1番の園田匠、3人並んでゴールイン、わずかに9番の井上雅樹でしょうか。